ドラドラチャンネル、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけたら、いち早く最新動画を見ることができます。朝ドラエール、ナレーションはラパンです。再放送第2週目も終了しました。本編の週の途中なので、キレが良くない感じがしますね。第3週、茨の道の第2話で、雄一は作曲した曲が選ばれました。雄一にとって初めてのことです。自分の作曲した曲が選ばれて演奏されるのは、作曲家人生にほんの少し足を踏み入れた感じにはなりましたね。そして問題の養子の話、三郎の楽観的な考え、失敗で一気に進んでしまいました。第13話のお話は、雄一の作曲した曲を披露する演奏会の当日を迎えました。しかし雄一はどこか浮かない表情。そんな彼の異変に四郎は気がつきましたが、演奏は始まりました。雄一の作曲した曲は彼自身の指揮で演奏が始まり、観客席では三郎が号泣しています。その数日前、三郎は雄一に商売で失敗したこと、呉服屋を守るため権藤家の養子には雄一が行くことが決まったことを打ち明け、雄一は父三郎の言うことを受け入れ、音楽を諦めたのでした。彼にとっては最後の演奏会、最後の音楽になり、大歓声の中で終了しました。演奏会終了の後、雄一はハーモニカクラブを辞め、呉服屋の借金は叔父茂平の援助により窮地を脱することができました。そして翌年の春、雄一は実家から川俣へ行き、川俣銀行に住み込みで働くことになります。第13話はこのようなお話でした。雄一の音楽は自身が作曲した曲が認められ、ハーモニカクラブで部長になり、これから大きな一歩を踏み出そうという時だったのに、挫折感はとても深いでしょう。人が変わったようになりますよね。川俣銀行に行くのですが、またあの4人の登場ですね。それは楽しみです。第12話のお話は、雄一はハーモニカクラブの会長から言われた。人間は身の程を知ることも大切だよ、と言われたことを思い出しながら曲を書いていましたが、相当イライラしてますね。普段の雄一とは全く違います。雄一は音楽のことになると目の色が変わるというか、否定されて人が変わりますよね。まあ将来コロンブスレコードに入社すると、約2年の間雄一の曲は否定され続けることになるのですが、その頃はもう大人になっていたし、それまで辛い経験もしてきているから、まだ感情をあらわにすることもなかったでしょう。小山田耕造に否定された時くらいでしょうか。あの時は感情をあらわにするというより、完全に落ち込んでいましたね。廿日市には何回も否定されていたので、慣れていたのかもしれませんが、この頃の雄一はやはりまだ子供です。イライラしてる雄一、それを見ていた四郎はいつもの雄一ではないから曲は書けないと、怒りに任せていては
本来の雄一ではないと、だから書けないと言っていましたね。自分の顔を見て気分を入れ替えろと四郎は言っていましたが、しかし楠田四郎役の大津弘樹さんと子役時代の細井小太くんはよく似ていますよね。兄弟か親子をそのまま連れてきた感じでよく似ています。笑いました。その四郎の面白い顔を見て雄一はひらめいた、降りてきた、そんな感じで曲が浮かび上がってきたみたいです。考えるのではなく降りてくる、そんなようなことを梅ちゃんにも話していたと思うのですが、やはり雄一は天才です。そして小山家の朝食、雄一と浩二に学校から帰ってきたら三郎から話があるとマサは言っていました。やはり納豆なのですね、小山家の朝食は。まあ幼い頃から毎日食べていれば当たり前、好きとか嫌いとかではなく音の八丁味噌と同じ。しかし雄一は八丁味噌は苦手で、音は納豆が大嫌い。雄一夫妻の意見の合わないところはこれくらいでしたね。そしてハーモニカクラブの投票で雄一の曲が選ばれました。しかし雄一は対決していた会長に気を使っていたのですが、それが雄一の甘いところで優しいところでもありますね。将来は毎日ライバルを蹴落としていく世界に入っていくのですから、ここで甘い考えがあるから将来廿日市に罵られるのでしょうね。しかしこれが雄一初めての競争とか勝負とかそういったものだったのでしょう。そして家に帰ると三郎は浩二に呉服屋北一の跡取りを任せることを話していました。浩二は喜んでいましたね。雄一も自分ではなく浩二に継がせることに大賛成です。彼は作曲家になることが夢だけど、内心は長男ということで自分が継ぐことになると思ってはいたのかもしれません。それを浩二に継がせるということで、内心継ぎたいと思っていた浩二も心から大喜び。この時の兄弟の仲はとても良かったのではないでしょうか。しかしこの時を境に急激に悪くなっていくんですよね、あの事件のせいで。京都から来たという呉服屋の吉野、あの詐欺師にすっかり騙された三郎、あんな簡単に9000円もの大金を騙し取られていました。いろいろ価格の計算はありますが、大正11年の9000円の価値は500万円くらいになります。京都から来ているのにお土産のお菓子は東京で買ってくる時点でちょっと考えますけど、昔は保存が長くなかったからそれが普通だったのかもしれませんが、それで頭を下げていた茂平のお願いを断った養子の話が一気に進んでしまいました。まさか茂平が三郎のところにあの詐欺師をよこしたということはないですよね。権藤家にとってはとても深刻な問題でしたので、お金持ちだからお金の力に物を言わせてやりかねなくもないです。そして三郎とマサは今度は逆に茂平のところに土下座をしてお金を借りに行きましたが、もちろん茂平は養子の話を条件にお金を貸せると言いました。
マサは冷たいと言いましたが、しかし養子の話を冷たく断ったのは三郎の方だったので、モヘイにとっては言いがかりもいいところかもしれませんね。そんな大変なことが起こっているとは知らない雄一は、ハーモニカクラブの次期会長に推薦されていました。彼は大好きな音楽で認められて、とても気分がいいのでしょう。そして家に帰っても嬉しさがいっぱいで、楽譜の最後にユーイチフスキーと書いていました。これは実際モデルとなった古関裕二さんがクラシックにはまり、ラジオユージコウスキーと名乗っていたこともあったそうで、これは憧れの作曲家ストラヴィンスキーと古関をかけたのだろうと言われています。エールはこんな細かいところを少し入れてくるので、再放送では見逃さないでいたら楽しいかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見ご感想など気軽にコメントしていただけると嬉しいです。